はい、おはようございます。島根の山奥移住、10日目です。もう前回撮ったで、3日目とはもう大幅に違って、だいぶ設備とか整いましたんで、普通の仕事ができるようになってます。というわけで、そんな1日のルーティンを紹介したいと思います。福岡住んでた頃からね、変わったルーティンが一つあって、起床時間ですね。起床時間が今まで、まあ、4時に寝て12時とか起きてたんですけど、もう今12時には寝て8時に起きるようになってます。まあなぜならここ山間部でね、夜めちゃくちゃ寒いんで、もう寒いから温まるためにもう寝て、日中日差しが出る太陽の日差しが出る時に起きるみたいな、まあ、そんな環境に合わせた生活になってます。じゃあこれからね、寝起きなんですけど、ちょっと散歩行きます。外出た景色がこれですね。じゃあちょっと30分ぐらいかな、歩きます。おとといですね、やっと村にですね、今住んでるところに、インターネットが届いて、まあ、普通の僕リモートワークやってるんで、リモートワークの仕事をやりだしたんですけど、本当もうやること変わんないですね。で、今歩いてるのがもうここですね。ここはもう昨日からもう定期的に歩いてるんで、まあ、お決まりの散歩コースですね。はい、今山の中歩いてます。まあ、散歩コースは変わりましたね。はい、今ね、僕山奥で村作りっていうのを、筋トレ村っていうのを作ってるんですけど、とりあえず今日はね、僕一人のルーティンなんですけど、5月中旬くらいからね、初めての村人が来て、もうやっともう村っぽく、コミュニティっぽくなるんで、その時はその時でまたルーティンを取りたいと思います。ロリスが回んないな。じゃあね、一つの仕事を終わらせたからね、朝食食べたいと思います。はい、朝ごはん、おかゆです。はい、3日前はね、もう引っ越したくてたまんなかったんですけど、状況が変わりました。まあ、インターネットがね、この村に来たんで、もうなんだろう、中毒症状というか禁断症状が出なくなったんで、まあ、別にここにいてもいいなと思うようになりました。というわけで、ちょっと着々と村づくりを進めていきたいと思います。で、ご飯を食べつつ、このイニシャル D っていう漫画を見るのが最近のルーティンの一つです。で、まあ90分ぐらいしてちょっと集中力切れてきたら、まあ、外の景色見て、まあ、10分ぐらいぼーっとしてます。まあ、外の景色がこんな感じですね。うん、で、今いるところが縁側ですね。はい、仕事がね、一区切りついたんでご飯食べます。インターネットつないでからね、本当にね、生活スタイル変わんないですね。まあ、毎日の買い物が週1、週2ぐらいになったぐらいですね。いただきます。はい、はい、さっきね、先ほどちょっと沖縄の市役所いくつか連絡して、ちょっとなんかいい物件ないか聞いてました。っていうのも、村づくりを、村の拠点をいろいろ増やそうとしてて、まあ、冬まで、まあ、10月ぐらいまでにですね、南国の方に、村の物件見つけたいと思うんで、その手続きというか、情報収集やってました。で、今からやるのは、動画編集ですね。スマホでチラッとやっちゃいます。はい、じゃあ、ちょっと今から筋トレします。今日はね、あんま晴れてなくて気温が上がらないんで、ちょい寒いんで上ラジができないですね。はい、トレーニングしようと思ったらなんかお腹減ってなんか力出なかったんで、これ食べて1時、2時間後くらいにトレーニングまだします。はい、パスタがですね、胃の中で消化されるまでの間、ちょっと山菜を取りに来ました。はい、このわらびを、まあ、昨日食べたら意外と美味しかったんで、ひたすら取っていこうかと思います。はい、じゃあ20分ぐらいでなんかそこそこ取れた気がするんで、もう帰ります。はい、お風呂入って、着替えました。これでね、今からご飯を食べたいと思います。まあ、最終的にはね、まあ、村人が来れば、まあ、村を作ってるんで、この囲炉裏を使ってね、まあ、なんだろう、週一とかでなんか鍋とかしたんですね。すき焼きとか。まあ今回はですね、ハイテクの IH を使って味噌汁食べます。これは一昨日取った山菜のふきですね。
まあ、これまた一昨日取ったタケノコちょっと入れていきます。はい、飯です。タケノコとフキと卵と納豆がなんやかんや入ったやつとアーモンドですね。はい、まあ田舎移住してね、もうなんか変わったのはね、こうなんだろう、やりたいことを一つもうポンってやると、もう他にやりたかったことがドーンってこう押し寄せてくるんですよね。なんかもう海外行ってみたりとか、なんか他のなんかイノシシ飼ってみたりしたいし、もう他のなんかバーニングマンとか変なフランスの全裸村とか行ってみたいしみたいな、こういうのがボラボラってこう出てくるんで、なんだろうな、まあ全て実現させたいと思います。まあいろいろ書いたんですけど、まあツイッターとかに載っけてるんですけど、まあその全てのリストをね、なんとか2年以内とか、まあ死ぬ前に、そしてもうこの好奇心が薄れないうちに全て実現させたいと、まあやってしまいたいと思ってます。なのでまあ田舎移住して、まあちょっと一つ思い切ってみてよかったですね。一つ思い切ったら次の2本目もいっぱい出てくるんで、今のところ楽しいです。まあ、最初は楽しくなかったんですけど今はですね、チェックリストにあった今日やるべき仕事を終わらせようとしてます。まあ、本当は6時とか、まあ、3時ぐらいに、8時起きて3時ぐらいにはもう全部すべて終わらせたいんですけどね。ちょっと長引いちゃいましたね。はい、仕事が終わって明日やることをまとめて、で今から読書を軽くします。はい、なんか顔が芋くなったな。なんかそこそこいい感じの時間になったんで、寝たいと思います。前回撮ったルーティンはもうここがね死ぬほど寒くてね、マジ引っ越してと思ってたんですけど、まあちょいちょい少しずつですね、もう暖かくなってるんで、まあ前回まで苦しんでたインターネットが通じない、そして寒いっていうのは解消されてきてるんで、まあなんとかね、この地方移住、山奥移住して、住めそうな状態ですね。あとまあ山奥移住して、まあ、変わったことといえば、まあほぼリモートワークなんであんま変わんないんですけど、まあ夜なんだろう、散歩行くのがなくなったというだけですね。まあ今まで福岡の天神付近、結構都会ら辺に住んでたんで、まあ夜でもちょっと散歩行こうかなっていう感じで、まあパパッと行ってたんですけど、まあ今、まあこの島根の山奥に引っ越しても、の散歩は朝だけになりましたね。っていうのも夜散歩するともう真っ暗、もう360度人工の光が2つしか見えないんで、それだとまあなんか怖いみたいな感じになっちゃうんで、あと足元もしっかり見えないし、なので、まあ、変わったことといえば、まああんま散歩行く頻度が減った、散歩コースが変わった、であとまあ毎日行ってた、まあ、スーパーへの買い出しが、まあ、週1週2になったぐらいですね。なのでまあやっぱ地方移住というか、まあ安い家賃住んで、まあ変わらぬ仕事をして、でなんか田舎遊び好きならそこで遊ぶっていう、まあいいんじゃないかなと思います。でね、まあ浮いた家賃でね、まあ地方行こうと、都会行こうと思えば行きますし、なんか海外行こうと思えばまあ行けるんで、まあ今コロナであんま行きにくいんですけど、なのでまあ参考に、地方移住、したいっていう人は参考にしていただければと思います。まあ僕は単純に地方移住じゃなくて村を作ろうとしてるんで、まあここの以外にも何ですかね、ちょっと冬までに、ちょっとここ寒いんで、寒くなる冬までに、まあ、もう一拠点、村を、まあ、鹿児島の離島か沖縄かぐらいに作ろうかなと思ってます。まあそんな感じですね。まあそこら辺の検索とかもまあ進めていくってかのが、まあ僕がのルーティンではあります。まあそんな感じです。というわけですね、もしいいと思ったらいいねボタンとチャンネル登録、そしてツイッターのフォローよろしくお願いします。あとですね、僕村作り、筋トレ村っていうのを作ってるんで、ちょっとなんか村作ってみてえな。あれ、鉄腕ダッシュの村作り、俺やってみたかったんだよね。戦略とはちょっといろいろ練ってみたい。拠点増やす意見出してみたい。って方はですね、概要のリンクから、こちらのオンラインサロンのリンク貼ってますんで、そちらでいろいろ戦略練って、村を作っていきましょう。村を増やしていきましょう。まあ、日本だけじゃなくてね、海外でもそうとしてるんで、そういった村作り、したいと思う人は、ちょっと入ってみてください。そうですね。というわけで、今回は以上です。おろす。